どうも皆さんこんにちは、アポロでございます。今回はタイムスリップローテーションラストワードネクロマンサーを使っていきます。はい、まあこのねラストワードネクロマンサーかなり強いです。この直霊のトガビとイステンデッドですね。やっぱこのねニコス22で、このニコスでバハムートみたいな能力を持ってると、このバトル中破壊された時、ラストワードを持っていた自分のカードが10枚以上なら他のカードすべてを破壊する。ニコスのバハムートですからアミレットもまとめて破壊できますんでね、相当強い。まあ普通に使っても、このラストワード10たまんないうちに使っても強いです。ラスワで自分の墓場を貯められたりね、進化した時にスカルフィッシュ、突進、ラストワードネクロマンス2で、相手のリーダーに2ダメージっていう、このカードを出せたりっていうことで、まあこの辺も抜かりないカードだなっていうふうには思ってます。まあそれからやっぱりですね、これ先日の、ムクロの時にもやったんですけど、大差がね、66になってるんですよ。攻撃力が6に、まあナーフ前のね、大差を使えるっていうことで、その辺が本当に強い。まあそこをちょっと見ていただきたいなと思います。まあラストワードを貯める速さと、まあそれから、まあ、あらゆるね、この対応力っていうところをね、見てほしい。またはまあ、支流の暴食なんかかな。うん。自分のネクロマンサーフォロワー言ったよ、プラス3プラス3。ネクロマンス20で、プラス3プラス3ではなく、プラス10プラス10。まあ、この大打点っていうところも、注目してみてください。はい。ではね、早速、バトルに行きましょう。皆さんよろしければ、チャンネル登録、そして、グッドボタン、押していってください。やる気が、出ます。では、バトルに行きます。さあ、やっていきましょう。一戦目は、お相手ウィッチですね。よろしくお願いします。あ、いいですね。しっかり、不義無人を引いていく。はい。今回は、ラストワードネクロマンサー。まあ、リクエストもね、たくさんいただいていたデッキなんですが、まあ、しっかり強いです。このデッキは。孫をことなき強デッキですね。さあ、ロロロ。まあ、ロロロ、まあ、本当はね、本当はまあ、ここは、犬とかね、まあ、その辺使いたいんですが、まあ、いたしかたなしですね、これは。うん。まあ、ロロロをこの1ターン目、2ターン目から使っていくっていうのは本当はしたくない。できれば、まあ、中盤ですよね。ダメージ食らってる時とか、相手のフォロワーがいる時とか、まあ、進化圏を使った後とかね。まあ、その辺に使いたいんですけど、まあ、このデッキはとにかく、もうとにかく、一番大切なのはラストワードを稼ぐっていうことなので、まあ、まずはラストワードを10、稼ぎたいっていうところがありますんでね。まあ、ここはもう致し方なしです。はい。致し方なし、退路なし。さあ、どう来るか、お相手。まあ、このデッキの強みはやっぱりね、ニコスのバハムート。イステンデッドのこの効果、やっぱニコスでバハムートと同じ効果が使えますので、まあ、その辺が、まあ、強いと。まあ、それからね、まあ、大差が、まあ、この時期は66で強いんですよね。まあ、先日、ムクロノーでも使ったんですが、半端なく強いです。まあ、それからね、支流の暴食っていうカードを使ってあげると、まあ、10点以上の大打点も狙えるっていうことで、割と万能デッキですね。ただ、まあ、ドロソ。まあ、手札にはちょっと気をつけていただきたいかなっていうところは、あります。結構手札が切れやすいかなっていう、そんなところはありますので、まあ、そこには気をつけてください。はい。まあ、イステン使って統率っていうのでもありですけどね。まあ、ただ、まあ、潰し雷神でいいですかね。まあ、雷神はちょっと使えるときに使っておかないと、少々使いにくいことがありますんでね。なんて言うんだろう。アクセラがかかっちゃって、ちょっとこの1で、まあ、使いにくいなっていうことがたまにありますので、まあ、早めに使っておきましょう。まあ、1戦2枚とかあるんだったらね、序盤に1枚切っちゃってもいいけどね。さあ、メルティーナ、これ消滅は嫌ですね。消滅食らうの嫌だな。まあ、やっぱ、消滅は、天敵というか、シンプルに嫌ですね。やられたくない。ただ、チャクラム進化してくれるんであれば助かる。ありがたい、ありがたい。それはありがたいですね。まあ、この時点で、まあ、ラスワが7なんですよ。まあ、早いでしょ。なかなか早いんですよね。で、まあ、ここはイステン。はい。まあ、これでもう貯めることができますよということで。
私のさらなる力を見せよう。いかがでしょうか。笑えるね。笑えるね。笑えるね。決まっちゃった。こっちだぞ。まあ自爆でもよかったけどな。はい、肉。肉肉。さあ、そして、雷神。なる神。はい、さあ、次のターン。まあ、ケルベロス失踪っていうのも強いですし、ただまあ、支流の暴食がネクロマス20なので、まあ、その辺に関してはまだ溜まってないですね。まあ、ミーノとか使って、ラスワをプラスする効果っていうのを、まあ、うまく使っていけないと、その辺は、ちょっと遠いかなと。まあ、あとはクランプスとかね。クランプスのアクセラ。自分の墓場をプラス2。まあ、アクセラ1の効果もありますんで、まあ、プラス3できますよと。まあ、だからなんだろうな。大佐が欲しいですかね。大佐。まあ、ここはだからちょっと、まあ、消滅されてしまう可能性を考えると、まあ、自爆でも良かったのかなっていう、ふうにも思います。まあ、だからスカルフィッシュを自爆して、イステンを、まあ、霊魂の統率で、破壊する。まあ、そうするともう確実に、ラストワードが10になりましたんで、だから6ターン目には、だいたい10になるんですよね。早いですよね。かなり早いと思います、これは。書き上がった。ああ、そっちのタイプか。還元の魔術師に。それも強いですね、奴隷について。まあ、強いんだよね、普通にウィッチは。僕は死ぬ。耐えられるか。ウィッチは強いんですよ。話も曲も大展開。かなり痛いですからね、これも。痛すぎる。そうですね。まあ。ケルベロスの打点を通すっていうのもありなんですよ。ここ回復しておかないと多分負けちゃうので、いや多分負けます。次のターンシュマイルが来てね、負けちゃうので、私以外は一口もない、たっぷりとね。まあちゃんと通しておきましょう。試練は進む。はい、で不義務に犬ゴーストですね。はい、さあどうでしょうか。まあクランプスもありますんで、だからケルベロスプラスクランプスの、打点も考えながらと。ケルベロスで5点7点なんですよ。5点で、個々の打点でミミかな、ミミの打点で7点なんですよね。失踪で5点、ミミで2点、プラスクランプスを使ってあげると1点で8点出ますので、3コストで8点出るんですよね。強いよね。いや、守護が嫌なんだよな。守護が嫌なんだよ。守護がかなり嫌ですね。いや、でも大佐いいですね。ここの大佐は相当いい。助かる大佐。はい。あとはね、ブレードレインがあるかどうか。楽園の来訪。さあ、チャクラム。まあ除去に関してはもう本当にもう問題なくできる。もう最強ですから。ただまあ、こういう場面作られた時に、ちょっとどうかなっていうね。できればもう一枚大佐欲しいね。それが一番いいかな。もう一枚大佐。でもなさそうだよね、ブレードレインも。あったらまあ喜んでここで使ってきそうなので、なさそうかなっていうふうに思ってるんですが、恐れて見上げ。メルティーナ増やして。ミラクルのデストロイ。メルティーナ増やして、もう一回大佐が来た時に使うってことかな。どういうことだろう。まあ大佐。まあ、ここはもう大佐普通にイステンですね。はい。大佐イステン。大佐イステン、ケルベロス。まあケルベロスもう一体いますしね。不義務にもまあ捨てちゃっていいでしょう。まあできる、まあ次のターンやっぱデスキャットの方がシュマイルを出されてしまう可能性があるじゃないですか。なので、
まあ、こういう場面はデスキャットを取っておいた方がいいのかなと。で、全部顔面いって、で、ここで破壊するのは、ちょっと回復。回復のための、まあ、こっちでいいかなっていう。ここでいいかなっていうね。さあ、どうでしょうか。まあ、強いよね、やっぱ。ラスは強いんですよ。すごく強い。まあ、どうしてもこの環境、アディショナル5の環境っていうのは、八国ネメスと、まあ、それから、狂乱バンプ。まあ、その二大巨頭が、まあ、注目されがちではあるんですが、ラスワネクロも、全然それに匹敵するぐらい自分は強いと思うんですよね。かなりパワフルなデッキ。だってもう、そうじゃん。2コストで、うわ、やべえ、9点じゃん、これ。9点。9点パンチ。痛え。痛えよ。まあでもこういうことがあるんでね、やっぱ回復はちゃんとしといた方がいいですね。ここでもしシュマイル、ブレードレインって来た時に、まあ残り、まあもしシュマイル、ブレードレインって来た時にもう7点食らっちゃうんですよ。ね。まあそしたらもう負けてしまうので、まあさっきのは正解だったなっていう、回復を選んどいたのは正解だったなっていう、感じになりますね。はい。さあそうしましたら、まあ最後はまあデスキャットリーパー。はい。デスキャットリーパーを取っといたのも正解です。もう全部正解。全部正解を引いていこうとこ。笑えるね。はい。これがラストワードネクロマンサーいかがでしょうか。はい。1戦目、勝ちです。さあ、続きまして2戦目はネメシスですね。よろしくお願いします。はい、行きましょう。まあ犬ゴーストですね。まあさっきはちょっと、まあさっきロロロ使ったよね、序盤に。まあロロロはやっぱ、後から使いたいね。まあやっぱ犬ゴーストから。まあ、人形ネメシスですね。いいですね。さあ、そうしましたら、ここはアズボルト。はい、アズボルト。そして、まあ、霊魂の統率で、まあ、手札も切れないようになっているので、まあ、これはかなりいいかなと。やっぱ手札切れだけ気をつけたいなっていう感じです。ドロソ。ドロソも本当にしっかりしたいなっていう。そこだけね、ちょっと怖いですよね。手札がなくなっちゃうっていう。うわー、それ取れないね。まあロロロでワンチャン取れるかなって感じなので、まあロロロやっちゃってもいいかな。はい、取ってくれ。ノン。まあね、なかなか確率が低いですからね、ロロロは。はい。まあでもここはやっぱ進化されたくないので、ここ進化しないか。まあでもちょっと嫌なので、ロロロ狙ってもいい場面だと思いますけどね。さようならとは言わせません。はい、さようなら。言いました。なかなか嫌ですね。厄介ですね。さあ、ミーノ。ああ、でもミーノね、もう溜まってるんで強いですね。はい、ミーノ、不義無人と。休日労働お断りで。まあ、不義無理もしっかり引けてていいですね。とてもいい流れかなと思います。さようなら。はい。まあ、イステンがいれば、まあ、割と、オーキソが出されちゃっても大丈夫かなっていう。八国はだからそのさ、意外とツートップの環境だと思われるんですけど、なんだろうな、意外といろいろいますからね。割と勝てるデッキはたくさんあるのかなっていう。確かにそのデッキの勝率が高いよ。そこはもう否めないんですけど、全然他でも、勝てるっちゃ勝てるのかなっていうふうには思ってます。はい。まあ、ケルベロースですかね、ここは。まあ、デスキャットを使いたいが、まあ、ケルベロスですね。まあ、さすがにイステンはもう次溜まるので、使いません。はい。さあ、霊魂の統率。まあ、これでさらにドローして、雷神いいですね。雷神素晴らしいですよ。はい。で、まあ進化権は取っておきましょう。
はい、どうでしょうか。まあ、ロロロでね、進化権は回復できるんですよ。まあ、なんだけど、今回先行なんでね、ちょっと大切に使っていきましょう。さあ、初学者10はね、出目は弱いですね。ここでは弱い。まあ、終盤引いたら強いですけど、今だからちょうど6とか出されたら強えなってなるけどね。このタイミングではちょっと弱いなっていう。まあ、そんな出目ですね。はい。まあ、行っちゃってもいいけどな。行っちゃってもいいが、まあ、貯めて貯めていくっていうのも、まあ、それもまた一興。まあ、そんなになんか、そんなにすごいイステンを必要としてるかっつったら、まあ、そうじゃないじゃないですか。もう一枚大佐を引けるのが、そうですね。素晴らしいなと。まあ、そしたらもう顔面行きましょう。まあ、しっかり先を見てね、まあ、どれくらいでリーサになるかなっていうところを見てやっていくっていうところがいいですね。まあ、ここはミーノを出さなかった理由としては、いや、まあ全部破壊できちゃうんですけど、さあメタドローン、まあ、これは勝ちですね。まあ、もう避けようのない死かなと。はい。さあ、暴食がやってきたんですが、まあ、暴食はもう必要ない。さあ、大佐大佐、イステンデッド。いや、強いね。強い強い。強いわ。グラスは強え。すげえ強え。やっぱ大佐が66だとちょっと違うよね。ムクロの時も思ったけど、なんか、もうパワーが本当に違うので、やるなっていう感じだよね。いや、強えわ。ラスは強い。さあ、次の、まあ、グラマス目指す方はラスはいいかもね、相当。相当いいデッキかなと思います。はい、勝ちです。さあ、続きましてお相手はウィッチですね。よろしくお願いします。はい、ここはもう全部マリガンして、まあ、1ターン目から動きたかったんですが、さあ、1ターン目の動きはあると。休日ロードお断りで、まあ、1位で次のターン、アズボルトが欲しいですね。まあ、相手ウィッチなんで、序盤そんな動いてこないしね。アズボルトが欲しいかなっていう。さあ、どう来る？さあ、ここは潰し宴。効率よくやるな。潰しクランプス。さあ、ロロロも使ってしまいましょう。まあ、ここではね、ロロロドロー、ああ、いいですね。でも、顔面ロロもいいです。顔面ロロロかロロロドローが強いんですよ。そこが引きたかったんですけど、これはいいですね。序盤ちょっとやっぱ削っておけると、まあ、それだけで、いや、でもこれあれかな、還元かな、還元あるタイプかな。まあ、回復するんだよな、どのクラスも。割とね、この環境はまあ、アルティメットコロシアムと違って、どのクラスも回復力はね、半端なく強いです。なので、まあ、もしかしたら一戦目のように、ちょっと無駄になってしまうかもしれない。かもしれませんが、まあまあまあ、その時はその時ですね。さあ、ロロロ、ドローできません。まあ、ここも顔面か、ドローが良かったですね。はい、どうでしょう。まあ、炎、雷、センスねえで、まあ、3面取られてしまうんですが、雪島。まあ、これだから還元が入ってるやつだね。還元にパワーを貯めるみたいな、そういうデッキですよね。まあ、暴食をね、ここで使ってもな。はい、まあ、不義務に。もう帰るよ。ああ、統率ね。無駄など一つも。今ラスワが7と。7か。ああ、惜しいな。7。で、まあ15でしょ。いや、そしたらまあ犬ゴーストのがいいかな。犬ゴーストを出しといて、まあ、ここはもう詰めちゃって、まあ、ネクロマンスももう
あでもこれじゃたまんないか。うん、まあでもワンチャンゴーストとシンプルにもう暴食使っちゃってゴリ押して勝つっていうのも、まあ、考えようにあって考えようにはよってはありますね。プラス3プラス3なんで、プラス3プラス3はもう結構圏内入ってくるかなっていう感じもするんだけど、どう？いやでも回復されちゃうね。回復すんだよ、うん、この時期はねやっぱね回復すんだよ。盤面も残んないですね。私の力をカードに、まあそうなってくるとやっぱ暴食かなーっていう、うん、私の力をカードに込める、暴食の力を借りないとなっていうね、まあそんな感じですね。まあ逆に危ないですねこっちは。でクソデカ還元とか、炎雷センスね、うん、そうクソデカいやつが出てくるので、クソデカシュマイルとかね、許さない、そういうのが出てきますので、憎い、逆にちょっと怖いなっていう、許さない、うん、ケルベロース、ケルベロースねえ、いやーケルベロス使えないっすよね、憎い、やるな、うん、デスキャットもねあんま使いたくないんだよな。でもこれさ取んなかったらちょっと危ないよな。危ないけども、うん、うん、いや取りましょう。ちょっと危ないっすね。一緒にやってあげますよ。普通になんか負ける気がする。なる神憎い、はい、残り10点、残り10点で、まあ、一応守護が出なければ暴食で勝ちというところですが、まあでもね守護いるんだよな、還元、それからシュマイルっつってね、杖をぐるりんミラクルドッパー、そのデッキはね割といいんだよ。でもでもねこの雪島の能力がかかってる部分がですね、あんまりいいとこにはかかってないので、でも結構ドローしてるからね、それ以上にシュマイルにかかってたりしたら全然意味ないからな。強いねそれも。私の力をカードに込め、1戦目の人も多分そういう感じだったと思うんだけど、うん、読者のお供に、いやそれなんだよ、はい、いやーでかいよね、いやでかいよね、うん、かけよ、それね、いやだからここはもう自分は一線を引かないと負けちゃうなっていう、いや強いね、ドロソすごいいい感じかなと思ったけど結局なくなっちゃったね。栄翔をスキップ、一気に回復されちゃうんだよなそういうタイプだと残り3点、いやーダメだねこれじゃあ、ダメだね、うん、負けです、はい、リタイします。さあ、続きましてお相手はネメシスですね、よろしくお願いします。あ、いいですね、ミーのアズボルト、そしてフギンムニン、まあかなりいいですね、まあかなり最高な感じじゃないですかこれは。まあアズボルトはね高校だったらね、まあだいぶ強く使えますので、うん、悪くないですね。結構手札なくなるんだよなこのデッキは。まあ入ってるカードがさみんな軽いじゃないですか、軽めのカードばっかりなんで、気づいたらね手札がなくなってるんですよね。だいたい2コス以下3コス以下ね、123コストをまあ並べていくっていうデッキなので、まあその辺はちょっと気にして戦わないと危ないかなと。まあお相手はこれはうん、溶鉄の腹心使ってくるかな、メタトロン、メタトロンですか。さあそしてアーク、アークを使ってくる、
そうですね。気になりますね。気になります、ね。もう帰るよ。もう帰るよ。ああ、そうか、5枚稼げないのか。ちょっと間違えちゃったか。雷神でまあこれを破壊するっていうのもありなんですけど、いやでもそういうことはしません。はい、ここはそれはしなくていいかなと思ってます。休日労働お断りで。なんかちょっと変な感じになっちゃった。もう帰っていいですか。効率よく。はい、まあこうして。もう帰っていいですか。こうします。定める勇魂冥界の門黄金戦狼引っ換えてやるわ。ガボッといくわ。はい、こちらでいかがでしょう。まあこれで次のターンラスは貯めて、まあその次にも勝ちに行くと。ワンチャンもう次ステン使っちゃうのもありかな。エーリの際天賦の間髪英雄の舞台です。6ターン目にケルベロス暴食っていうのを考えるんであれば、次使っちゃうのもありかなと思うんですよね、イステンを。大差ね。大差ね。大差が来るとね。いや、やめとくかってなんだよな。宴の邪魔やで。いや、でもちょっと狙っていいかな。ちょっと狙わせてください。はい。まあ、ここはね、狙います。覚悟しろ。命がそこに余ってる。ここでイステンを使っておくとですね、やっぱ、ラストワードでですね、自分の墓場プラス3っていう効果がありますので、まあ狙えるんですよね。で、この展開しておくと多分ジュリスをねかけられないんですよ。ジュリスかけても、まあこのスカルフィッシュを出しておけば、ガードが消えるんですよね。次のターン大打点を与えても勝つっていう、まあ、そういう今頭でいるので、こういうプランを取ってます。普通だったらなんかちょっと大差使いたいから残したいなって思うじゃん。そうじゃないよね。まあジュディスのことを考えたり、そういう観点から、まあ、あとは尻の暴食を使えるようにするっていう、まあそういうところから、まあ、こんな感じしましたが、ああちょっとやだね。回復されちゃうのは嫌だね。嫌です。私以外は一口もない。そんな僕は死ねない。決めだからつまんない。まあただ18点だったら勝ちですね。いや勝ちじゃないか。いや勝ちですね。勝ちです、勝ちです。こいつが残れば17出ますんで、こっちで。はいはい、アポロのプランは成功しました。まあこのプランが取れるのがやっぱ強いな。6キル6キルプランね。はい、ありがとうございました。勝ちです。まあこれがラストワードネクロマンサーですね。